はい、どうも皆さんこんにちは、上村健一です。今日アクションカムのフェイユーテックさんが出してるジンバルっていうのが新発売された商品がありまして、それがこちらなんですけど、ビンブル 2A っていうやつなんですけども、このアクションカム、アクションカメラ用のまあジンバルっていうのをちょうどこう昨日、購入して届いたので早速今日使ってみたんですけども、もうまず一言で言ってしまうとすごいです。これ僕も感動したんですけど、あのこのまあ一応 GoPro 用ということで買ったんですけど、僕が持ってるのは GoPro Hero 7 ブラックを持ってるので、一応まあハイパースムースという手ブレ補正、電子手ブレ補正の機能がついてるんですけど、こいつにもこいつで正直今までまあ十分かなと思いながら使ってました。別に手で持ってて、なんかこう手持ちの自撮り棒みたいなのをつけてちょっとこう体を揺らさないようにしながら持ってたら、これでもこうハイパースムースでも結構手ブレ補正今までの GoPro に比べたらできるなっていう感じで結構満足して使ってたんです。なのでわざわざ別にこの本当にこのモーター内蔵のジンバルっていうのを買わなくてもいいんじゃないかって正直思ってたんですよ。で、ただ、たまたまこの間ネットを見てたら、このフェイユーテックさんが出してるジンバルっていうのが新商品で14,400いくらとかそれぐらいで出てたんですよね。結構今までジンバルって3万円とかするような結構高価なものだったんで、僕も買おうからどうしようかなと思いながら悩んでたんですけど、まあ、この値段でジンバルが出たんだったらいいかと思って買ってみたら、正直ね、すごかったです。なので、これぜひ皆さん買っていただく価値が十分すぎるぐらいあるなっていうふうに思ったので、まあ、ちょっとね、今日は早速、僕がジンバルがありかなしか、ハイパースムースはオンにした状態で、ジンバルで撮った、映像と、あとは GoPro だけで、手ぶれをしないようにって思って撮った映像があるんですけど、それをちょっとこう比べて、比較したので、ちょっとそれを見ていただければなと思うんですけども、マジですごいです。ちょっと僕今動画をこう作りながら比較をの動画を作った時にこんなに違うのかっていうぐらい感動したんで、ぜひちょっと見てみてください。はい、というわけで皆さん動画見ていただいてどうでした？結構びっくりするぐらい違いませんでした。僕もこの動画を、今朝一応、昨日届いたし撮ろうかなと思って、なんとなく使ったんで、別にこう両方とも神経質になんかこう手ぶれしないようにってやったわけじゃなくて、本当に何気なく撮った映像なんですけど、それを正直もう画像でパソコン取り込むまでは正直そんな多分もう手も揺れてるし、まあそんな変わんねえだろうなと思ってたら、横に2つ並べたらこんなに違うんだなって思うぐらいちょっとびっくりして感動して、今それでテンションがちょっと高いんですけど、っていうぐらい結構ね違う動画が絵が撮れたんで、正直ね、やっぱりジンバルってすごいなと思いました。ハイパースムースもすごいんですけど、やっぱりね、ハイパースムースプラスジンバルっていうのは最強だなと思ったんで、というわけでちょっと一応これが今日はそのまずざっくりとしたレビューだけお伝えできればなと思ったんで、またちょっと細かくはいろいろ今後検証動画みたいなのを撮っていきたいなと思ってるんで、というわけで今日は早速というか取り急ぎのレビューということで、お伝えさせてもらいました。というわけでまた次回の動画でよろしくお願いします。チャンネル登録と、いいねボタンもよろしくお願いします。ではまた、ありがとうございます。